最近全部剣の組み合わせの動作を紹介させていただきました。皆さんいかがでしょうか？ちゃんと家でも練習してますか？はい、剣の組み合わせの練習はまず剣の基本、規則、基本語として練習した方が一番いいと思います。まず、手首の回り方、縦だけじゃなくて横の回り方、逆の回り方もありますよっていうことを規則として練習して、次手首の回り方をうまくできてたら太極剣を練習するとさらに自由になります。持ち方の自由と動く時の動作の自由、うまくできますので、ぜひ家でも規則、剣術剣の規則の動作も練習してみてください。はい、今日は同じ組み合わせの動作を皆さんに紹介させていただきますので、この動作は了剣っていう動作、はい、太極剣の中にもよく了剣っていう動作を出てますので、はい、この紹介は剣の規則の了剣の動作を紹介しますので、下半身は交叉步、交叉步、正了の了剣と反了の了剣両方組み合わせして作った動作なので、ぜひやってみてください。ですが正面から見てください。正了、次交叉步、反了。はい、ちょっと見たらあれってなりますよね。じゃあ横から一回見てください。はい、難しいですか？ちょっと後ろから見てください。はい、まず今説明します。下半身は交叉步ですので、大幅に下げた方がやりやすい、さらに綺麗になります。次反了っていう動作は下から小指側の方を上げます、上になります。はい、正了の動作の時には小指側を上げて丸く回して、次小指側になりますね。はい、後ろへなります。はい、もう一回横から見てください。小指側、右手を見てください。次、小脚を立体で回しました。次、下。はい、次、左手を上げて、右手は下から了剣。下半身は交叉步。はい、もう一回見てください。はい、できるだけ交叉步の動作を下げて、右の脇腹の方を太ももの内側につけるとさらに綺麗になります。できるだけは腕ちょっと上に上げてみてください。はい、もう一回見てください。はい、この動作は全部了剣っていう動作、正面からの了と下げて後ろ、前から後ろへ了剣っていう動作の組み合わせなんで、ぜひ皆さん家でも練習してみてください。バイバイ。